ミリス大陸を越えればとうとうアスラ王国のある中央大陸、長かった旅も後半戦ってところだな。マ大陸にミリス大陸、思えばいろいろあったもんだ。そういや考えてみると、ロキシーもアスラ王国まで来るのに同じルートを通ってるんだよな。渡航とか大変だったけど、ロキシーはどうやって切り抜けたんだ。今度会えたら旅の逸話を聞いてみたいもんだ。それにしてもロキシー、今頃何しているんだろうな。